ドラケンインターナショナルは、アメリカ合衆国フロリダ州、レイクランドリンダー国際空港に本社を置く企業。アメリカ国防総省向けに仮想敵機、飛行訓練、電子戦支援、統合末端攻撃統制艦訓練、近接航空支援訓練、脅威シミュレーション、空中給油、研究及び試験業務等を提供しており、ネバダ州、ネリス空軍基地に営業拠点を置いている。 アメリカ国防総省との契約に基づき、アメリカ空軍、アメリカ空軍周辺の各種演習において、A-4K、L-159E を仮想敵機として運用したほか、アメリカ海兵隊の統合末端攻撃統制艦訓練支援を A-4K にて実施。また、2016年にニューメキシコ州ホワイトサンズミサイル実験場で行われた、 陸上自衛隊零散式中距離地、対空誘導弾の射撃演習支援も実施している。実写パイロットとして、元アメリカ空軍、アメリカ海軍、アメリカ海兵隊パイロットを採用しており、アメリカ空軍周兵などにパートタイム勤務もしている。現役時代の経歴としては、アメリカ空軍兵器学校、アメリカ海軍戦闘機兵器学校卒業生及び、教官、アグレッサーパイロット、 アメリカ空軍連絡将校、前線航空管制官、サンダーバーズパイロット等が在籍する。ありがとうございます。